フロートフロートとは、コーヒーやジュース、酒などの飲料の水面にアイスクリームを浮かべたもの。ただしアイスクリームを冷たい飲料にそのまま浮かべただけでは温度差で溶けてしまうため、あらかじめ飲料に氷を入れた上で浮かべられることが多い。炭酸水にアイスクリームを浮かべたクリームソーダもフロートの一種である。1874年、アメリカ合衆国フィラデルフィアで、 フランクリン財団の50周年行事が行われていた際、ソーダ屋を出店していたロバート・マッケー・グリーンによって最初のフロート飲料となるクリームソーダが発明された。この日はとても暑く、彼は売っていた清涼飲料水に入れるための氷を使い果たしてしまい、隣の売り場で売られていたバニラアイスで代用したことが始まりとなったという伝説的な話が知られている。この発明には、 異説もあり、フレッドサンダース、フィリップ・モール、ジョージ・ガイラのいずれかを発明者とする説もある。グリーンの従業員の一人でもあった、ジョージ・ガイの場合は、1872年に自分が間違えてアイスクリームを混ぜてしまったものが、客に受けたことが起源だとしている。ともかくも、フロート飲料は、発明されるや、否や、特に10代の若者たちの間で人気を博することと、 なった。フロート飲料の名称については国と地域によって多少の差異がある。ありがとうございます。